スタニスラフ・ロボツカは、スロバキアトレンチイン県・トレンチイン,ン,ン出身のプロサッカー選手。イタリアセリエ A の SSC ナポリに所属している。ポジションは MF。AS、トレンチインに入団後、2012年3月に、国内リーグフォルトゥナリーガの FK デュクラバンスカー、ビストリツア戦でプロデビュー。2013から14シーズンを、ローンー席で、ヨングアヤックスで過ごし、 2014から15シーズンまで AS トレンチインでプレーした。2015年8月30日、デンマークスーペルリーガの FC のアシェランと契約。2シーズンプレーし、中心選手として活躍した。2017年7月15日、スペインプリメイラディビシオンのセルタデビーごと2022年までの契約を締結。1年目の2017から15シーズンは、リーグ戦。 全38試合に出場し、トップリーグ残留に貢献した。2020年1月15日、イタリアセリエ A の SSC ナポリへ移籍することが発表された。2011年からユース世代のスロバキア代表に招集され、2016年11月11日の2018、FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の対リトアニア戦でフル代表デビュー。 翌2017年9月4日の同じくワールドカップ予選の対イングランド戦で代表戦初ゴールを決めた。ありがとうございます。